ゲオルク・アルフレート・シューマンはドイツの作曲家、音楽教師、ライプツィヒ音楽院においてピアノ家と作曲家に学ぶ。ダンツヒやブレーメンにおいて指揮者並びに合唱指揮者として経験を積んだ後、1900年からベルリンの神宮アカデミーの監督として名声を馳せ、1950年にはその名誉監督となった。1907年に プロイセン芸術アカデミーの教員となり、1918年に副委員長、1934年から委員長に就任。1913年に同校作曲家のマスタークラスをマックス・ブルッフより引き継ぎ、1945年まで受け持つ。プロイセン芸術アカデミー教授としての立場から影響力を持ってドイツのとりわけベルリンの音楽界を活気づけた。 リハルト・シトラウスらと共に、ドイツ作曲家同盟を共同設立し、後に、その名誉会員となった。ドイツ合唱演奏協会の共同設立者にもなお、連ね、ドイツ音楽家ジョ助ン名にも携わり、とりわけ、アルノルト・シェーンベルクのように実力がありながら、困窮した芸術家をアカデミー教授として招くのに力があった。フランツ・シュレーカーが、ナチスの脅迫によって、 アカデミー委員長職を追われた後、シュレイカーとその家族が、ベルリンで暮らしていけるように、表向きナチスに対して妥協的な態度をとり、その実、シュレイカーのために年金を確保することを忘れなかったと、言われている。バイマル共和国留学中の諸井サブローを指導した一人でも、ある。1951年に、西ドイツ大統領、テオドールホイス博士より、ドイツ功労大十字章を授与された。 ありがとうございます。